はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル剛腕の紳士赤の試練編ですね、こちらの方を攻略していこうと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダーセラハン、漫画イカ様、経験カウントアップをつけています。次にシゲチですね、勇気、何も死ぬことはね、やらせていただきましたをつけています。ガムイギ、生命時期、完全生物、波紋の G をつけています。スタンバイには、ポルナレフですね、蘇生、援軍スキルゲージ回復、ハヤブサをつけています。そしてフレンドにはムダリを迎えています。では参ります。赤でね、視力のがいないので、どうしてもこういう、どっかで見たことあるパーティーになってしまいます。ですので、備忘録としてご覧ください。申し訳ありません。はい、誰が弱点つけてないですね。つけられてない。ダイヤーさんが弱点がつかない。ダイヤーさんの弱点がつかない。ダイヤーさんの弱点作ってくれ。ダイヤーさんの弱点を弱点じゃない、カウントアップしてほしい。惜しい惜しい。はい、弱点を弱点じゃないですね、カウントがアップしました。いいでしょう。次に、ここは失礼しました。ここはシゲチーですね、きちんとやっておきましょう。そして、ガムイギですね、ガムイギの出番です。ヤスルさんは CS です。ジョナサンがどこかに消えようとしております。這い上がってくれないのかな。ジョナサン消えてしまいました。もうこれゲームとしてどうなんでしょうかね。消えるってね、倒せるはずなのに倒せないっていう風になってますんで、こう、ね、早く直してほしいですね。致命傷にも程があります。なかなか動きません。全回復されました。おっと、ドロコンをしました。ドロップコンプ、あとはダイヤさんが倒せればよしとしましょう。OK ですね、ダイヤさんを倒しました。そして弱点がなくなっておりますね。ここは素直にジョナサンを倒したいところ。一応 CS を使ったんですが、心配するほどではなかったようです。
ゲージをマックスにして終わりましょう。はい、今度は、しげちの CS で終了ですね。はい、無事1ラウンド終了。すぐに、しげちの CS で、行きましょう。そしてどうだ、しげちの方になぜか当たる、なぜかじゃないですね、絶対に当たりますね、あれだと。さあ今度はガムイギで、完全セーブつけてあるのでましょう。ガムイギーでどこまで走れるか。タルカスをね、半分ぐらいまでにし、体力しておきたいんですけどね。そうすることで倒しやすくなるはずです。一度行きたいところですが、これはしていけるのでしょうか。うん、うまいこと入ってるんですがね、これ本当になんとかしてほしいな。本当バグですよね、これって。このバグは本当になくしてほしいな。倒せましたね。ガムイギーが重い重い。はい、ではですね、ガムイギーで突っ込んでいきましょう。シゲチはこれで倒されるはず。気を取り直していきましょう。そうですね、回復していってですね、ガムイギーでなくこちらのね、行きたいんですが、弱点はこれでつけましたね。 OK です。弱点をつけたことによってかなり変わりますが、シゲチのね、産物は乗ったんですが、さて、大丈夫でしたね。さあ今度も、行きましょう。カウントアップ。
次にシゲチの CS ですね。はい、2ラウンドクリアです。で続いて3ラウンドですね。ここは一体弱点をつきたいところですが、無理をせずにいきましょう。そして次にロハンで、ロハン先生で弱点をつきに行きます。でその前に、いいですね、シゲチーはとりあえず船長、偽船長にヒットしてくれることを願うのみ。船長も十分なカウントアップしましたね。マニシボーイもあと一つ、OK ですね。それでは、ダムイギーでなくシゲチですね。シゲチ CS を打ちます。続いてガムイリー、ワンをねちょっと荒らしながらいきましょう。埋もれてる埋もれてる埋もれてます。この埋もれをはどうにかしてほしい。本当にこちらのミスでなく、死亡する可能性がねありますからね。本当これはやめてほしいですね。早く直してほしい。しかし完全生物がついてるのにこれだけしか動かない、どういうことだ。そうですね、一応ここは完全生物ついているので行きたいところなんですが、まずはムダディオで物をなくしていかなくて大丈夫そうですね。これは、弱点つきましょう。弱点をついた方が良かったですね。ついて良かった。結果オーライな感じになっております。はい、しよう。次の上演をここまでします。ここですね。まあシゲチの CS でいけるのですが、これはどうにかしたいな。あとはムダディオが張り付かないことを祈るのみ。かばってしまったムダディオくん。ならムダディオくん、そして赤の試練編なのに全くと言っていいほどいません。赤のアタッカーがいなくなりました。でここはですね、一応魂チップを使っていきましょう。そして弱点をついて
もう一回、魂チップですね、使っておきましょう。ちょうどいいところに弱点があるので、弱点に向かってもう走るだけですね。あとはどこまで走り続ける、どこまで走り続ける。しかし1段さあカウントアップもしつつですね、弱点もついてあるので、産物も乗ってます。ジョナサンを倒すことができました。できるだけ、行きたいところなんですが、おっとここで、カウントリミットですね。シゲチが外れてるのでこれでなんとかなるとは思うんですが、通がしにくくなりました。これでボグナデフですね。蘇生がついてるのでね、までは回復できるか、蘇生分まで回復してください。たまりづらい。蘇生分まで回復、ゲージが回復するか。この分もね、ゲージ分までは回復したようですね。そうですね、どんどん行きましょう。さあこれに産物も乗りました。またねここでゲージを、イカムイギーがやられてしまった。ゲージを回収されてるんですが、ここはもう、カウンターを受けるんですね。カウンターを受けるとなると、まあ、関係ないですね、緑ではないので。弱点もつきました。最後なんですね。カウントリミットが5以上なので、弱点をついて、終了したいところですが、もう勝ち確定ですね。はい、終わりました。心配することもなく、ああよかった。
クリアしました。本当に、グダグダと しましたが一応クリアすることができました。最後までですね動画を見ていただいて誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバタイ。